プットし直すんだ。この3人で凪ともバローとも化学反応を起こす選択肢を、俺から見える景色を更新しろ。俺がこのチームをゴールに導く。バローへ出してもその先が完全に死んでる。今のままじゃバローとの化学反応は生まれない。じゃあナギへのパスコースは、ゴールのイメージが無限に湧いてくる。ナギは動いてるんだ。俺からのパスで勝負できるように、あいつのオフサボールを感じ取れるレベルにまで俺は進化してる。行くぞ凪、ここだろ。早いパス、俺と競争する気かよ。知ってる、いくら足が速くてもさ、人間は急に後ろには進めない。あっ、すげえ。トップスピードで来たチギリと反対方向へのトラップでシュートコースを作った。俺のイメージのさらに上のプレー、これが俺とあいつの化学反応だ。一丁上がり、